あれですけども、本日ですね、こちらね、福岡海龍さん、2年ぶりのね、約来店なんですけども、ちょっとね、あれから、ステッカーとかその辺のちょっと反響がね、あったかどうか聞いてみたいと思いますね。あの、おやすさん、ね、元気でしょうかね、ちょっと行ってみます。はい。本当だ。お土産いっぱい持って。いや、そうそう。今ね、お土産前持ってきてもらった。そうそうそう。そうそう。海流ラーメン。海流のずんだれ。はい。ふけしかぜさんと。ふけしかぜさんの。ふくやかさんの奥さんと。はい。これそこに住まいして、これね、そこがいいやろうと思って2年ぶりにちょっとこれでね、お客さんが来られて、そこを探してね、はい、っていうか、なんか変えてくれたんだ、はい、そうです、僕はステッカーだけね、写真撮りかねませんよ。あ、本作です。最近ちょっとまた減ったけども、で、また新たにしとったらいい。はい、ちょっと、まあ、やっぱそれ、なんか怖いね、ね、はい、あ、本作、ありがとうございます。また、開けていいですか、YouTube。いいですか。あげる、あげる。いいですか、ほんでね、どこ目立ったとこ、一緒のとこ貼っとってもいいし、また違うとこ貼っとってもいい。で、お客さんがね、こう見よんちゃう。あの白い柱のところいいですか。あ、いいよ、貼っとく。いいですか。いや、何も貼ってないですか、大丈夫ですか。貼ってる、貼ってき。いや、やっぱ、でも、俺、あんまり人の顔覚えんのよ。そこを説明してね。いや、2年前じゃん。正直ね、彼の声。あ、おいしい。ほんでね、これもしかしてと思って、あそこの席に座ったの覚えた3人で。あ、そうそうそう。覚えたんよ。もしかして作る、あの、スープしながらね。もしかしてとって、こう見よって、何しよんか。あ、やっぱそうだよ。いや、嬉しいですね。嬉しいな、思い出したのが嬉しい。いやいや、すごいですね。ありがとうございます。ほら、年々年取り一方やけど、63やけさ。ああ。なんか、だから、どのタイミングで僕らも言おうかなって、ちょっと。でも弱かったの。いや、すごいすごい。いや、ちょっと、びっくりしました、私。ありがとうございます。ありがとうございます。あれもね、俺、登録してね、たまに見よったんや。あ、そうですか。ありがとうございます。ほいでね、来たお客さんにね、また来るように言うてとかね、はい、コメントあげとってとか言っちゃったから、ね、メール来ました、メール来ました、スコーステッカーだっていいですよ、もうどんどんどん嬉しいね、嬉しいですね、あれね、そこときどっか貼っときよ、いいよ、ありがとうございます、あのテレビの下でもいいよペイペイの結構この真ん中、テレビの真ん中のロケだったんやな、かなりの、あれウブなスペースですよ、確かに、いや、あの、ね、このテレビ見たときにさ、こう確かに、あそこであるわ、これはじゃあ、2カ所ぐらいになってます。あと何カ所でも貼れって。めちゃくちゃ嬉しい。これと。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、ステッカーがね、だいぶなんか、あれになったらね、いいよ。なかったら、好きにし。ありがとうございます。いただきます。じゃあ、なんだろう。あ、うまいね、やっぱり。一緒か。ニンニク入れて、生ニンニク。あ、ニンニク。ニンニクもらっていいですか。ニンニクでも臭いとうまいよ。はい。ニンニクだなーやばい。うん。あ、わ、久しぶりの。麺がね。それだね、やっぱ。うまい。まあ、今回のね、福岡旅、最後のご飯ですから。いや、そうっすね。前回は最後だったっけ。前回は最後。で、最後、ちょっと、カルビ入れてから帰ろうぜって言って、よく来たんだよね。いや、そうだね。これが9月か、今年とも、今年まだ分からんけどね、これ行かなきゃね、2週間。ええー、あのね、うちがこれ。あ、ラーハン。ラーハンの卒業先輩や。そうそうそう、でも最初からラーハンですよ。3週間出ないけど、ここ閉めていかないけんけ、2週間だけ出ます。あ、そうなんですか。で、このラーフのホームページとかに載っとるけども、まだ日にちがね、今年の9月か10月かぐらいなんよね。へぇ、お父さんも行かれるんですか。行きますよ。あ、ここ閉めていかないけん。あ、そう、あれも食べてくれたんですか。小村さんとかじゃないですか。うん。へぇ、井出商店とかさ、今日。井出商店はね、しょっぱなやった、第1回。あ、そうですね。1回目だったの。いや、ほんと、最初に海流さん来たのここなんですよ。そうやろ、はい、今が11店舗目が使用系、順番にしようと30店舗が。へえ、これまた横浜で来るのなんて暑いっすね、やっぱ。確かに横浜でね、
近いからさ、行きやすいけど。あ、でも20年前から、でも20、まあ、それ23年、どうだよ、たくさん作り系、2001年から、昔父ちゃん行ったよ、2001年から3年間やどうだよ、多分大学の友達と行って、その時のもう味がそうそう、緑の、うん、で、それが忘れられなくて、で友達も多分5年前とか来てるんですよ、確か。チャーシュー店ずんだるです。あ、うまい、ごちそうさまです。今から帰るんですか。もう、はい、帰ります。また来てくれると思われたな、嬉しいな。いや、本当は1ヶ月前に起きたんですけど、うんうん、ちょっと時間なくて、これだって最後乗れなかったんです。そうですか。そうだ、今回ちょっと時間が、またちょっとタイミングこれだ、絶対行こうという逆算のもと、今日スケジュール組んだ。ありがとうございます。もう、ありがとうございます。裏面が本当だ。え、このなんか間違えて貼ったみたいな感じですか。そう、わざとした、間違えて貼ったみたいな。おもろ。もしこれあげて、いや、これテレビで言うだけ、今見に来て。あ、そうです。なるほど。帰って常連してないですか。教えないですか。教えないです。あえてわざとこれ売ろうとしてないから、あ、遊び心でしてますから。で、これを見つけた人はもう頼むつもり。なるほど。はい、チャーシューさんだれ、またこの身に入れてくださいね。ごちそうっす。じゃあ貼らせていただきましょうか。ちょっと今回貼らせていただくのはテレビの下に3人だった。これいいじゃん。これいい、これですよね。これにまたプレイヤーですけど、ちょっと真っ直ぐじゃないけど、いいか。すげえ場所に貼らせてくれんの、これ、まあ、人数もあります、ね、すげえ。いいんじゃない。はいはい、いい感じです。そうだね、みんなサインだってステッカーでしょ。俺らしかいないじゃん。俺しかいないな、うん、ありがたい限りですよ、こんな。ここにする。はい、はい、あー、ありがたい。じゃあ、ごちそうでした。おい、どうも、本当にありがとうございます。お忙しいとこ、すいません。いやいや、全然来ます、ありがとうございます。また会う日まで行きときます。あちょっと、3人が写真行きましょう。はい、はい、いやー、やっぱり元気出ますね、やっぱね。ええー。お客さんと会うと思う。いやー、まず元気そうで何よりですよ。元気そうでございます。もうね、息子さんも高校2年生ということで。で、娘さんも19歳っていうね。かなり大きいね、娘さんと息子さんを持ってらっしゃる。確かに。まあ、もしかしたら今度がね、本当に苦痛。わかるけど。あ、ちょっと探しますわ。ねえ。はい。まあ、ちょっとね、本当、まあ、覚えてらっしゃらないなっていう前提の音ちょっと入ってるんですけど。うん。なんかね、声でね、思い出していただいたみたいな感じで。確かに。まあ、特殊あるんでね。で、なんか、今年の9月だか7月かだったのよ。なんか、もう一回ね、昔のね、ランハクが、ランハクを盛り上げたそのラーメン屋さんが2年かけて、なんか、戻ってくるみたいな。うん。そこで2、3週間やるらしいんで、ぜひね、そこもちょっとチェックしてほしいなっていう感じで。まあまあ、僕らも行きましょう。もうちょっとね。はい。ということでね、ラーメンカエルさん、ステッカーを、見てね、写メ送っていただいたら、こんなに送っていただいたら、ステッカーセットプレゼントします。ぜひ食べに来てください。それではありがとう、福岡。